コロナさん、新型コロナウイルスさん、堪忍してください。主力10名も抜かれたら、勝てないですよ。試合するのも億劫ですわ。堪忍してください。はい、どうも、メントスコアと名乗る者でございます。本日もね、DNA の振り返りの動画撮りたいと言いたいところだったんですけども、なんとね、本日の試合中止になってしまいました。新型コロナウイルスね、陽性者の方が出てしまいまして、その都合で、まあ、できなくなったっていうところなんですけども、今回ね、10名の選手がちょっと2軍の方に、まあ、離脱してしまったっていうところで、まあ、戸柱選手、牧選手、桑本選手、山下選手、浜口選手、上田選手が新型コロナウイルスの陽性。まあ、斎藤投手コーチとね、スタッフも陽性者が出ているんですけども、まあ、それに伴い、石田選手、太田選手、桑原選手、も、同行選手から離脱してしまった。そしてなぜか伊藤光選手も、違和感というところで、抹消になってしまったというところで、今日だけで10名の選手が抹消になってしまいました。うん。まあ、牧選手を含めてね、まあ、一軍の選手なので、まあ、主力っていうのは当たり前なんですけども、かなりね、ごっそり、抜けしてしまったなというところと、今日はね、お休みですので、明日はね、まあおそらく明日も一日はお休みになって、まあ土日ぐらいからスタートするのかなと思うところもあるんですけども、まあおそらく2軍は回せない。1軍もね、かなりの戦力で試合をしていかなくてはいけないっていうところで、かなり痛い、という印象があります。やっとね、外選手が帰ってきたっていう段階になってくるのかなと思うので、この離脱は、ピッチャーはね、なんとか回せるのかなと思うんですけども、やっぱり野手陣の層っていうのがただでさえ薄いのに、さらにやっぱ薄く、なってしまうので、ここは本当に痛いなというところと、まあ、陽性者たちのね、ちょっと無事を、祈りたいのかなというふうには、思ってます。まあ、なんといってもね、手のひらというかね、味方を変えていけば、まあ、若手というか、補欠のね、メンバーたちはチャンスです。ここはね、スタメンを奪ってやるという気持ちでね、ぜひともね、細川選手とか、千野選手とかはね、行ってほしいなというところもあるんですけども、ここでね、アピールをして、やっぱね、野手の向上、野手の厚さを、ありていくというところにも、繋がるかなかなというふうには個人的には思ってますので、若手の皆さんはここはチャンスだと思いつつも、どんどんとアピールしていってほしいなというふうには思ってます。本当にね、皆さんをお大事にしてください。ということで、以上、お疲れ様でした。歓喜の瞬間をその手で作るため、高鳴る胸に秘められた覚悟を示すとき、かっ飛ばせ光る。